どうも、皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、私はアリーナ7にいるんですけども、こちらのデッキ、はい、皆さんご存知でしょうか、アンリデッキ。はい、皆さんご存知だと思います。こちらのデッキをですね、通用するのか否か、ということでやっていきたいと思います。はい、こちらね、ホグライダーと大砲ね、あげられるんですけどね、お金がない。ゴールドがないので、ちょっとレベル、まあそのアリーナ7、6ぐらいのレベルでちょっとやっていきたいと思います。もちろん高い方が強いと思うんですけど、このレベルでいきたいと思います。さあ、アリーナ7、行くぞ。攻撃。さあ来い、かかって来い。どうだ相手、隠したトップチームって書いてある。トップチームって書いてあるよ。よし、行こう。ちょっと防衛しつつ、で行きたいと思います。ちょっと待って、なんか、今ね、ちょっと画面に唾がついてた、唾がついてましたからね、今。ちゃんとしっかりとそこは拭いていこう。スケルトンで拭きましたからね、今ね。今ちょっと相手の、ちょっと待って、これデッキ悪いんで、デッキっていうか初手が悪いっすね、多分。これ。で、しっかりと、待って、これ相手めんどくせえな、これ。めんどくさいあるある発動してない？大砲ちょっと押しとく？置いとく意味ねえか、今。ちょっとめんどくさい。これはめんどくさい。これめんどくさいぞ。マジでめんどくさいぞ、これは。これめんどくさいんで、ここら辺でもう一括処理しといて、迫撃は破壊。さあ、そして、オッケー、ここのドラゴン処理したから、まだ置かずに、テスラ置いておいて、今回相手がめんどくさいな、ホグフリーズが多分使えないのかな、これ。オッケー、ちょっとここら辺はしっかりと処理していこう。出た。相手は多分防衛施設デッキなので、しっかりとこっち大砲とかターゲット取らして、やってきたと思います。相手ドラゴンか。なんでちょっと、待って、ターゲット取らせて、いや、ちょっとここで破壊しよう。破壊して、こっち。こっち、ホグフリーズ展開。行くぞ。行くぞ。かかってこい。行くぞ。よし、ここ。ここ。オッケー。ここだよ。オッケー。これだよ。ここでちょっと矢の雨打っといて、あ、迫撃ここ届くのか。あ、スケルトン出す意味なかった。時間で潰れるか、これ。オッケー。そしてだ。これちょっとやばいんで。これやばいんで、確実にやばい。うーわ。これか。これが辛いあるあるだ、これ。ここタゲ取らしとこう。もう、大砲で破壊しちゃおう、これは。そして、テスラ一応生やしといて、テスラは生やしとく必要あるね。届かないんで。オッケー、ホグライダーとゴブ出して、ここら辺を、とりあえず、ここら辺、オッケー、うまい、オッケー、あ、そっち流れんのか。そっち流れる系ね。オッケー、決まれ、あと一発、オッケー。防衛します、防衛。基本的に防衛しつついきます。で、ファイヤーボールで、ファイヤーボールいくでしょ、これ。ファイヤーボールっていくつ ?208。オッケー、ちょっと防衛しつつ、ファイヤーボールでここ削っときます。そして、防衛施設破壊してきます。どんどん。どんどん破壊していって、ちょっとここ、OK。そしてどうだこれは。この編成っていうのは、引き分けも十分狙ってくるんですよ。相手が悪かったら引き分けも狙っていくっていう戦術なので。さあ、どうだ。待ってよ。ちゃんとテスラ生やしていこう、テスラ生やしていって、相手、ちょっとこれきつくね？これきついな、これ。倒していって、ちょっとここ。オッケー！うまい！フリーズのね、精度が上がってきた、最近、マジで。そして、大砲置いておいて、ちびっこ部隊処理しつつの、迫撃砲破壊します。そしてだ、ファイヤーボールじゃないな。ここはテスラだな。テスラ生やして、タゲ移す。オッケー。待って、これ、引き分け狙う説もあるよ。全然あるよ。全然説あるよ。マジで説あるよ。オッケー、ちょっと待って、狙いに行く？ちょっと一回、ホグフリーズ、ちょっと狙いに行きつつ、これ無理だな。ドラゴン処理します。あ、ドラゴン意味なかった、今。オッケー、こうやって、今回はちょっと、きついかな。これ、相手も防衛に入ってきたな、これ。やっぱね、これなんですよね。今相手トロフィー2300で結構高めだったんですけど、やっぱり今回ちょっとリプレイは見ないですけど、危なかったら、今回結構相手のデッキが、エリクサーポンプであったりとか、あとは大砲、迫撃砲。で、基本的には、
ホグライダーが反らされてしまうデッキなんですよね、要は。なので今回すごい相性が悪かったのにもかかわらず、やはりこのように、引き分けに持ってきるということで、私ですね、今のデッキ、今組んでるデッキが、このアーリーデッキ、そして、こちらのダブルプリンスを積んでおりまして、こちらはね、後でまた紹介したいと思いますけど、これマジで強いデッキです。こちら、ロイスデッキと呼ばれるですね、うちの、ウエスト98センチの会、ハルパパさんと私リーダー詰めさせてもらってますけども、そちらのロイスさんが、もう、数々の大会で優勝してます。このロイスさんが作り出したこのデッキ本当に強いんですよ。そちらの方ですね、また紹介していきたいと思いますので、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。